伊藤園、タリーズコーヒージャパンクーツグリーンティークーツグリーンティーの店舗、クーツグリーンティーは、タリーズコーヒージャパンがかつて運営していた緑茶専門店。また、同店を運営していた企業、タリーズコーヒージャパン株式会社が運営。フード X グローブ株式会社が2002年11月に新業態としてクーツグリーンティー株式会社を設立。 心と手をかけ、本当に美味しい日本茶を服すをテーマに、2002年の12月より、店舗展開を開始。一時は、店舗数が11まで拡大し、タリーズコーヒー発祥の地であるシアトルへの出店も、果たしたが、フード X グローブ株式会社が、伊藤園に子会社化された後は、閉店が相次ぎ、2016年1月に、最後の店舗が閉店。 クーツグリーンティーの店内インテリアはタリーズコーヒーと同様のカフェスタイルでコーヒーの代わりに緑茶をベースとしたドリンク類を和菓子やは惣菜などと共に提供していた。クーツグリーンティーの名称にあるクーツとはタリーズコーヒージャパン創業者である松田コーのアメリカ時代のニックネームが由来である。またクーツグリーンティーのロゴマークは松田家の家紋をアレンジしたものである。 ありがとうございます。